実際マリオ64自体はそれほどやっていないと、ちっちゃい頃それほどやっていないので、大体こういう敵キャラの名前とかは改造マリオをやりつつ覚えた感じがあるので、どうなんでしょう、やっぱ本家マリオ64やってる人に比べたらやっぱりキャラクター言えないとかはそういうのはありそうですね。普通に何でしょう、これホルヘイさんですけど、どっちかというとチャクヤって言ってしまいますからね。ホルヘイっていうよりは これを見た瞬間に、あ、チャクヤだなこれはみたいになってしまいますからね。ファイアースウィーパーの本当の名前がよくわかんないですしね。あの炎を吐く、あのさっきで言う青い球体ですね、あれがファイアースウィーパー以外の呼び方がわからないくらいですから、そういった意味ではちょっと変わってんのかな。さあ行きましょうか。いやだからもうちょっとねマリオ64をやり込むべきなんですよ。それこそ実際プレイする時間よりかは、その本家ね、本家マリオ64をプレイする時間よりかは動画見てる時間の方が多い気がするので、そのマリオ64本家に関しては。危ない危ない危ない、どっちかというと動画で見た知識とかになってしまいますかね。それこそゲームやってて、マリオ64のゲームをやってて、敵キャラの名前って分かんないじゃないですか。これキラーって言うんだとか分かんないじゃないですか。ボムキング、スタータイトルになんかボム兵の戦場のなんかそのボムキングがうんちゃらかんちゃらとか、バッタンキングがうんちゃらかんちゃらとか書いてれば、あ、これはなんかボムキングって言うんだ、バッタンキングって言うんだ、イワンテって言うんだとか、そういうのは分かりますけど、あれイワンテは載ってないのか。あれイワンテって別にスタータイトルにイワンテって名前入ってないよな。そこら辺どうやって知るんでしょうね、本家やってる方は。さあというわけでホルヘイさんをぶん投げて、さあというわけで戻ってまいりました。もうあの日には当たらないぞと。で今回は8の3のスターですので、危ない危ない、ここにピランハさんもいますが、このピランハさんもしっかりと踏んでいきましょう。で今回は前回が あそこ登ってあっち側に行ったんですよね。8の2はあちら側に行ったんですが、今回はこちらですね、こちら側に行きましょう、あちら側に行きましょう。なのであそこのなんかパックマンみたいなあの陸地にまず幅跳びで飛び乗りましょう。ここちゃんと埋まってくれるんでね、ある意味乗りやすいですね。さあそしてあのねホルヘさんがものすごい邪魔ですね。ホルヘさん動かないでくれよ、動き出すな動き出すな、動かないな、引っかかってくれてんな、完全に引っかかってんな。ちょ、くんの、待って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 、くんなくんな、危ない危ない危ない、ちょっとホルヘさんが怖いですね。でここもなんかちょくちょく陸地があるんで、こういう陸地をしっかりと渡っていきましょう。色的に多分動画だと見えづらいんじゃないかなと思ってしまうんですが、どうなんでしょうか。で実際ここら辺には炎を吐くね、この1コインで雇えるこのパックンフラワーさんがいるんでね、これクッパさんある意味有能な采配ですよね。パックンフラワーを倒せない位置に配置することによって炎だけを吐いてもらって結構邪魔するっていう、まあ一応倒せますけどね、ここのは。でここはしっかり幅跳びで渡っていきましょう。ここにサンボさん置く理由はちょっと采配がちょっとミスってるかな思いますけどね。で落ち着いていきましょう。でここを渡るとき注意ですね、ここを渡るときにここにピランハさんがいるんで、こいつを忘れてまっすぐ直進するとグエって当たってそのまま落下して死んでしまいますんで、もちろんここの下はね全部リューサーですので慎重にいきましょう。で今回はこういう風にコインがたくさんあるんですよね。ここのコインのどれか5つがシークレットなんですよ、5シークレットなんですよ。なのでそれを取っていこうという、そういうスターになっています。じゃあこのスターがシークレットなのかと言いますと、いいえ違いますと、まあ、そんな感じでやっていきましょう。まずここの炎を吐かせてから、ここしっかり勢いをつけて、ここで1つ目のシークレット、そしてここでここのコインで2つ取ってないな、コイン取ってないけど、まあいいや出たからいいや、2つ目のシークレット、そしてここで3つ目のシークレット、炎が危ない危ない、いろいろ危ない。でここでこれが4つ目のシークレットで、あと1つシークレットがありますよと。さあどこでしょうかと、落ち着いていこう落ち着いていこう、あと1つシークレット取ってしまえば今回のスターは終了と言いたいんですが、まあ今回のスターに関してはシークレットを出してからが本番みたいなところ、シークレット5枚取ってからが本番みたいなところがあるので、あまり過信するわけにはいかない。炎が来てるって、これですね、ここの手前にあるこれが5つ目のシークレットとなります。なので1回炎吐かせるか、1回炎危ない。でこれでここ幅跳びしながらこのコイン取りつつ崖つかまりをしましょう。崖つかまりしてくれるかどうかは運ですね。 OK、 さあというわけで戻っていこう、戻ろう戻ろう。これどうやって帰れる、足場ある足場ある、危ない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 。さあこれで5シークレットを取り、
どこに出たかというと、あそこのリングの中なんですよ。で、あそこに行くには大砲を使うしかないと。なので大砲のところまでここから戻らなければならないと。そういったちょっと変わったね、鬼畜なねスターになっています。なので今まで来たここのね細い道のり、これを全部歩いて帰りましょうと。またねこのピランハプラントゾーンをしっかりと渡りつつ渡って、あそっかいるんだあいつが。危ない危ない、炎が危ない。あの着屋さんが一番厄介ですね。炎くんだ炎くんだ。でここを炎くんだよ。でここからあの足場、丸い足場に乗って、危ない危ない危ない。いや邪魔だな足場乗ったらすぐ次の足場乗らないと多分捕まってしまうから。待って、嘘だろ、危ない危ない危ない、引っかかってくれてる。ここ結構足場ギザギザしているんで、それに引っかかってくれるので、ある意味そういう意味では楽ですね。さあこのちっちゃい足場渡りをして、でここからあっちに幅跳びで行きたいんですが、距離的に届かないので一回この下にあるワープのところにもう一回行ってワープしましょうやということで、ワープしていきましょう。はい、でここでワープしてまた登り直しましょうと、まあ、そういった感じのちょっと遠回りしつつねやっていきましょうかと。ワン、ツー、スリー、さあ落ち着いていきましょう。ここで死ぬとまたあのシークレット取るところからやり直しなので、ここは慎重にね。今手ガクガクしてますけどね、一応ここら辺の道のりはさっき敵を倒しているので、まあ敵いない分ちょっと楽にはなっていますね。でやっぱりその蜂の位置でちょっとフリーズがなくなったおかげでね、ここら辺は安全に渡ることができると。本当だったらこういう壁キックしてる最中とかにフリーズ発生して死んだりとかもあったんでね。でここを壁キックで上に登りましょうと、三段ジャンプ壁キックで上に登りましょうと。ちょっと落ち着け、ワン、ツー、スリー、はい、オッケーオッケー。でこのホルヘさんが危険なので一応倒しておこう。無視してもいいんですが一応倒しておこう。でここの大砲に入りましょうと。これなんで周り全部リュウサなんで、リュウサに飲み込まれないように注意しながら大砲に入りましょう。であとはあそこにあるスターを取ればいいと。でこれは、目印がねないんですよ。あのこういう風に上に上げて、あのここまでなら一応青いのがちょっと見えるから目印あるなってなるんですけど、それだと届かないので、それよりちょっと上なんですよ。なのでスピードで、方法としてはこうやってグーってやってって、この青いのが消えたタイミングくらいで撃てば、消えてちょっとしてから撃てばいけるんですよ。行きましょう、落ち着け、行くぞ。あ、ダメだ、ちょっと手震えてますね。落ち着いて、このスピード、このスピードを保ちつつ、青いのが消えたくらいで行ったれ、来たんじゃないの、 OK はい、というわけで5シークレットのスター終了いたしました。相変わらずね、この制作者のブロデュートさんって方の5シークレットは本当に鬼畜だと思います。次回は8の4、このコース